建築カフェ。はい、始まりました建築カフェ。私はパーソナリティ建築デザイナーの藤村正嗣です。はい、そしてアシスタントの竹村真理です。この番組は毎週月曜日5時30分から生放送でお送りしております。もうね、6月の末ということで、はい、もう京都暑い暑い、ね、で、まあまあ、あの京都はもう7月に入りますと、はい、もう祇園林がどこでも聞こえる、はい、ね、もう暑い暑い夏祭りが待ってますけどね。待ってますね、はい、こんな声ですいません今日は。いやいやいやセクシーはい、昨日ね、はい、私の家なんですけど、はい、あの自宅があの J.com っていうのかな、はい、なんか、Wi-Fi の会社ですけど、ね、はいはい、そのなんか工事が来てくれはって、はい、でまあ、そういういろいろ機械がついたわけですよ、はい、ね、でなんかちょっとフレッツからの乗り換えらしいですけど、ね、はい、で僕知らなかったんやけど、そんなね、なんかサービスで、はい、まあ、映画1本48時間見れますっていうのがあって、そして父になるっていう映画あったでしょ、はい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 、福山さんとリリー・フランキーが出てて、はい、なんかお子さんの取り違え、お子さんが取り違えて、はいはい、違う家で小学校まで育ってしまったっていう映画なんですよね、はいはい、で、まあ、ちょっと僕も興味あって、はい、で見たいな思ってたのがたまたまね、はい、48時間無料で見れるということなんで、はいはい、でまあ、早速見たら48時間しか見れへんから、はいはいはい、で見たんですよね、はい、びっくりするぐらい感動した。へー、うん、というかね、子供って毎年背が高くなったり、はい、で物書き覚えたり、はい、成長が目に見えるじゃないですか。そうですね、はい、で大人ってね、はい、目に見えへんでしょ、成長してるかどうか、ね、はい、分かんないですよね。分かんないでしょ、はい、結構ね、退化してる部分はスポーツとかで感じるんやけど、そう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 、成長する部分って感じないじゃないですか、はい、で子供に親ってね、はい、その育ててもうてんやなと思います。あ、うん、子供がいることで成長してんのって実は親の方なんかなっていうのを改めてね、まあ、子供がいろんなことすることで親が対応するじゃないですかね、はい、でそれが、まあ、いろんなことして親も迷いながら悩みながら、はい、でやっぱり父になったりね、親になっていくのは子供のおかげで親になるのかなって、それで父、そして父になるというタイプなんですね。すごい感動しましたね。すごい、はい、はい、ということでこの番組は伊賀の浅田建築株式会社 BA の協力でお送りしております。私たちが作りたいのは建築物ではなく住まいという場です。年月を経て住む人に馴染んでくる、そんな住まいを提案します。伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら浅田建築にお任せください。詳しくはインターネットで浅田建築と検索してください。建築ぶっちゃけトーク。はい、このコーナーは毎週ゲストを招きして建築の裏表、建築何でもぶっちゃけ話のコーナーです。はい、本日のゲストをご紹介いたします。はい、R 企画の吉田隆さんにお越しいただいております。はい、吉田さんこんにちは。こんにちは、はい、こんにちは。なんかね、はい、お世話になってる方なんですわ。こちらこそ。はい、R 企画っていうのは何の会社なんですか？看板屋ですね。看板屋さんですね、はい、で実はこの前設計させていただいたですね、はい、井上新旧接骨院という、はい、まあ、接骨院があるんで私の設計ね、はいはい、でそのサインは全部吉田さんに頼んだ。あら、ありがとうございます。見事に見事にうまくやっていただきました。下手なデザインをね、僕に。用意は、用意は、ご謙遜です。いやいや、僕下手な字をね、上手にやってくれはったんです。いや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 、もう下手な字なんで、ね、でもね。もうあれ先生気に入ってはってね、ずっと書いてほしいって言ってありました。すごい。先生ってのはその院長先生、はいはいはい、だから中のねサインも全部僕の字なんですね。そうですね。あ、すごいじゃないですか。トイレとかスタッフルームとか全部僕の字なんですよ。あら、かっこいい。困ったもんや。いや、いいじゃないですか。でね、まあ、今日はね、今聞きたかったのは、はい、サイン関係ってすごい今忙しいと思うんですけど、はい、っていうのは、はい、景観条例が。はい、京都で発令されてですね、はい、ローラー作戦的に是正が入ってるんです、はい、ですから是正が入ってる、はい、やり直せっていうのが入っててね、はいはい、で看板上げてる人はもう大小関わらずね、はい、何か言われてはりますね、はい、ですね、ですからもう吉田さんが今、はい、直したり新しい作ったり減らしたり、はい、いろいろしてはるんで、ちょっとその辺をね、うん、お聞きしたいなと思うんですけど、はい、どうですかね。
いやもう8月を一応目処にしている部分がありまして、はい、みんな8月までにしたい。8月までに、はいはいはい、逆に5月で終われる内容でも8月までそのままでやっといてほしいとか言われるんで。あ、そうなんですか。8月が忙しそうですね。なるほどね、あれだいたい縮小傾向にあるんですか。大きなを小さくしなさいみたいな。そうですね、総量規制みたいなのがありまして、はい、1つの建物で1つの面に対して何パーセント、はい、例えば1つの地域では、はい、面積に対して 15% までとか、15%以内とかね、はい、で厳しいところでは、5平米までしか使えないとか、ありましたよね、そういうのがありますんで、大体は小さくなる傾向がありますね。小さくなる傾向ですね。ということはそれまでみんな大きい看板出してたということですね、うん、そうですね、うん、色についてはどうですか。色は既成色っていうのを京都市が決めてまして、明度サイドに合わせて決まってましてね、うん、この地域は 50% までとか、この地域は 20% まで下地色でその既成色を使っていいっていうことだったんですよ、うん、まあ、コカ・コーラさんとか ね、はい、ね、赤やもん ね真っ赤なのはちょっと無理やと、はい、うん、なんか逆の看板になってますよね。白地に赤になってますね。赤ですね、はい、うん、か赤地に白はなくなって白地に赤に変わったりね。明度サイドってちょっと分かりにくい、リスナーが分かりにくいか分かりませんけど、明度って明るいって書くんですよ、はい、だから当然明るくなるほど派手になる、はい、ね、でサイドっていうのはね、何ですか、はい、どういったかな、ビビットカラーっていうのが一番サイドが高いわけです。はい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 、でずっとこうメローっていうかそのね、柔らかくなっていったり、はい、黒くなっていくとサイドっていうのはこの鮮やかさのことなんで、減っていくと。だから、はい、どっちかというと京都は鮮やかなのをやめてよっていうことなんですよね。そうですね、低くしたい、サイドとメイド低くしたいんですよね、はい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 、だから黒っぽいなったりね、はい、あれするんですよね、はい、うん、落ち着いてますよね、街中がね。なんかね、不公平とかあんな起きてないんですか。公平ですね、うん、難しいとこやと思うんですけども、例えばある規制の範囲があって、はい、道を一本挟むともっと厳しいとか。ああ、なるほどね。だから隣り合ってる建物なんですけれども、うんうん、右の建物と左の建物で全然規制範囲が違ったりとかすることがあるんで、うん、ね、それは不公平に感じます ね、なんか僕が知ってる、まあ、お客さんというか、はい、ほとんどの人が文句言うてあるんですけど、ね、はい、なんでやとか、はい、なんでこんなところまで言われなあかんねんみたいなこと言ってたんですけど、やっぱりそんなお客さん多いですかね、はい、多いですね。あ、やっぱりね、まあ、私よく説明させていただいてるんですけども、車検みたいなもんやと。車検、あ、車のですね、はいはい、で今までは全くナンバープレートもなしで、はいはい、どんなものでもよかった、まあ、普通に走れると、はいはいはい、本当はね、ある程度のサイズ以上だと安全性の基準とかありますんで、そうですね、許可は必要だったんですけれども、今までは割とそんなに厳しくされてなかったんです、はいはい、それが厳しく全部ナンバーをつけようっていう条例になってまして、ね、はい、で、すべて車検なので、はい、違法改造はダメだと、まあ、そうですよね、そう、派手なものはダメだと、はいはい、適合したのに変えてくださいということで今やってます。ただその車検対象が車じゃなくて、はいはい、自転車までなるほどされたような、そんな感じの制度なんですね。なんで自転車に乗るのにナンバープレートつけなあかんねん人が怒ってるわけね。そうなんです。なるほどね、まあ、本当の基準数値で言いますと、一つの建物で2平米を超えると、はい、全部許可取りなさいということになってるんですけども、はいはいはい、2平米というとだいたい扉のサイズぐらいですね。そうですね、1メーターかける2メーターで2平米ですからね、はい、ええ、なので2平米ではちょっと商売ならへんとこもいっぱいあるかと思います。見えへんかったりね、はい、遠くからね、道から見えへんかったりね、はい、車から見えへんかったりしますからね、はい、だから結局、まあ、もうほとんどのところがお店はかかるということですよね。そうですね、ですよね。逆にマンションさんですとか、企業さんで看板で商売されてない、はい、ところの場合は今上げているものを下ろしていただいて、はい、2平米までにしていただくと許可はいらないです。なるほどね。だからなんかライオンズマンションと、はい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 、読めたらいいと。そうですね、郵便屋さんが分かったらいい、はい、というぐらいの人はもう2平米以内に抑えましょう、はい、ね、でもやっぱり私とこう喫茶店やってますとか、はいはい、私とこうそのブティックやってますはもう超えるので、はい、きっちりその許可を取りましょう、はい、ナンバープレートつけましょうということですよね、はい、はあ、そんなことですよ、ね、はい、だからあれは僕がやってもらった井上新金は、はいはい、許可取ったんですよね。取りました ね、はい、だからちゃんと、まあ、申請もやってくれはるんですよ、吉田さん。あ、うん、親切ですね、はい、うん、というか、はい、もうその大変ですよね、親切というかね。そうですね、現状の把握確認させていただきまして、それから印状いただきまして、京都市と協議して、協議しなあかんもんね、
でどのこまでいけるのかとか取り付けが大丈夫なのかとか確認した上でお客さんとやり取りをしまして最終の形を作ってで施工させていただいて報告まで。ですよね、はい、それまでやってくれはったんですけど、ね、はい、言ってた僕の汽車ない需要ね、LED まで仕込んでくれはってね、はい、あのやってくれはったんやけどね、はい、あのもう僕もあの役所との やり取り大嫌いなんで建築家ですけどね、はい、やってますけどね確認事実で、はい、だけどすっごい嫌いなんですよ、はい、もう看板はお願いしますということで吉田さんに全部お願いよかった、うん、すごいね、はい、心強いですよ、はい、やっぱりあの専門家なんで、はい、看板の専門家なんでこれは大丈夫ですけどこれダメですよっていうアドバイスをいただく僕らにもね、だから分かりにくいですもんね、分かりにくいです、はい、うん、でやっぱり京都市さんと常にやり取りやってるわけではないので建築家っていうのは、はいはい、だからそのやっぱり専門にずっと常にですね、はい、あのどういう基準を分かってて安全基準も分かってて、はい、やってられる方に申請してもらうのが通りやすいです。そうですね、うん、やっぱプロに頼まないと。そうそうそう、はい、やっぱ何でもね専門家ってね、はい、でもあの今後そのやっていきたい展開というかそんなありますか、サインでこんなことできたらええなとか、うん、難しいんですけどもさっき先生がおっしゃってた、うん、赤字が白、はい、反転しただけっていうのはやっぱ面白くないんで、はいはい、面白くないですよね、何かそこを打ち出せるような、京都独自の看板ですね、うん、なんか看板が逆にある方が京都らしいとか、はいはい、いう看板をなんか作り出すとか ね、はい、そういうのがあったらいいですよね、だって看板ある方が京都らしいんだもん、はい、だから看板作ったらいいんだもん、はい、そうですね、うん、で昔ね僕今ほっと思ったんやけど、はい、辻にね、はい、当時の辻になんか放浪でね、はい、竹屋町の丸太町みたいなのが、はいはい、ありましたよね、神丹のマークがついてあったんですよ、ね、はい、あれもうないでしょ今、たまに置いてありますね、たまにないんですよです、ね、ほとんどあれものすごく分かりやすかったと思います、はい、あんなんてその看板なんやけど、はい、まあまあ、ちょっとその広告看板ではないけどね、あんなんて復活させたらいいのよね、欲しいです ね、うん、ねでそれもなんかそれ言うてはるようにその吉田さんが言うてはるみたいに京都らしいデザインで ね、はい、ね、それが神丹じゃなくて、神丹じゃなくて京都らしいデザインのものが辻々にあったらいいですね、ね、ね、なんかそんなのぜひ今後やっていけたらと思います、はい、ということでちょっとね時間が、ね、はい、あんまりなくて今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは吉田さんのリクエスト曲に参りたいと思います。マーヴィン・ゲイ&タミー・テレルの Ain't No Mountain High Enough です。住む人を一番に思い、考え、家づくりをする。年数を重ねるごとに味わいを増す家、自然に優しい家、アレルギー対策に注力した家など、美瑛はお客様と同じ気持ちになって
理想の住まいへ近づけることを心がけています。生きた木にこだわった京都の工務店、注文住宅やリフォーム増改築など住まい木造の家のことなら株式会社美瑛まで。匠のなんでもこーい。はい、このコーナーは建築のことなら疑問難問何でもビフォーアフターの匠藤兄がお答えしようというコーナーです。はい、お答えしましょう。はい、また恋愛問題や人生相談にもお答えしちゃうかも、はい、ということ。人生相談もどんどん濃いですけど来ませんけどね。はい、で、はい、あ、でも一回来たんですよ。いや、そうですね、恋愛相談来ましたよね。二人してずったぼろにぶっきあの、ね、ぶった切ったんでその方が来ないって誰が悪いねみたいな、ね、二人ともですね、僕らがな、もうやめときって、もうどっちか止めてあげなあかんかってね、うんうん、もうやめときやめときって言うてしまったよね。次呼んでいきます、はいはい、ラジオネーム三条小僧さんです。はい、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます、はい、藤兄まりちゃんこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。今日は6月30日そうですよね、もう月末ね、はい、早いもので今年も半分過ぎています。あ、そやね、もう半分終わったんや。そして今日は名護市の祓い、血の輪くぐりの神事が市内の各神社で行われているようです、はいはい、この半年間の汚れを払い清めて、はい、ね、残り半年の無病息災を祈願する行事だそうですが、はい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 、お二人はこの半年を振り返っていかがでしたでしょうか。あ、半年ね、はい、また残りの半年へのこれをやるぞの抱負や期待などがあればお答えください、はいはい、お教えくださいということです、はい、これはお二人やけど、もうマリちゃんはあるよな、はい、振り返って振り返って振り返って、今年入って1月の末に結婚しましたので、はい、おめでとうございます結婚したもんな、振り返ってこれしかないわ、ね、しんどかったわだからやっとって、僕はなんかやっとやなっていう感じするのと、はい、そうですね、はい、でもあのほらパーティーは8月なんで、そうですね、あの、はい、逆にこれから先もこやるぞっていうのはあるよね。8月10日にはパーティーやるぞみたいな。パーティーはですけどね、うん、まあまあ、うん、ぼちぼちいろんな人が来てですよ、ね、お客さん同士が名刺交換して仲良くならはったらいいかなみたいなまあ、ね、もうなんか、うん、ジャンルがむちゃくちゃいろんなジャンル来そうで、うん、ねえねえ、はい、僕もまあお邪魔する予定やけど、はい、どんな人が来るのか全然見えへん、ね、あ、弟紹介しますね。あ、よろしくお願いします、建築家と、はい、うんうんうん、あの、工務店といるんで、そうやね、そうやね、建築関係だよね、マリさん、そうなんですよね、まだお会いし、ね、させたことがないので、それ以外にこれをやるぞみたいな、これをやるぞはね、やっぱり私はずっとね、うんうん、技術的にはあのやっぱり着ぐるみの方は、着ぐるみの役者やね、ね、しっかりともっともっとプロ、うん、プロですけど、もっとプロになりたい、ね、僕マリちゃんとラジオやって、小学校を回りたい、ね、ラジオやって3年ちょっと経つけど。はい、あのこの分野って飛躍的に伸びてるよね。このそうですね、うん、もう一番最初なんか、はい、あの映画村行ってますねんぐらいの感じだったが、はい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 、この頃も、なんか ATC 行ってなんとか役所行って小学校行って保育園行って小学校行ってとかものすごく増えてるよね。公園行っていっぱい出てますもん ね、はい、まあそれ豊富やわな、はい、ね、いや僕これね意外とないわというのは、はい、半年振り返ると、はい、忙しかったしか言えへんねほんまに忙しかったですよね、うん、でこんなに飲むん好きやのに全然飲ますからありますもんね、うん、ほんでね、はい、これからやるぞやけど、はい、まだ忙しいねねえほならなんか消費税までは思ってたけど、うん、これそうそう、はいはい、おかげさまやですですよ、はいはいはい、お客さんのおかげさまのありがたい、もうすっごいありがたい話なんですけど、はい、仕事ばっかりしてるんですよ。いや、ありがたい話ですよ、すありがたい話ですけどこんなにゴルフも好きやのに、ゴルフも好きやけど仕事ばっかりしてるなって思うから、これをやるぞ言われても仕事やるぞしかないんかなみたいな。あ、うん、素晴らしい。でもね、はい、半年で区切るとそうなんですけど、はい、これなんかラジオで言うて話かどうか分からへんけどね、はい、僕なんかね新しいことやりたいなって仕事的に、はいはいはい、ね、思ってたんですよ。まあ、はい、今あのデザイン設計業が本業でね、はい、まあ、そればっかりやってるわけですけどね、はい、それで飯食ってるわけですけども、なんか違う分野になるのか、はい、このまま拡大していくのかわからないけど、なんか新しいことしたいなって思いがどっかでふつふつと湧いてきてましてね、はいはい、でまあ、忙しいのもあるからやと思うんですけど、はい、例えば事務所をなんか新築で建てたいなとかね、いろんな思いがあって、はいはいはい、で占いに見てもらいに行ったんです、はい、あららら僕あらららら、ね、でまあ はい、これが半年先のこれやるのかも分からへんけど、はい、ほんなら今は動くなと、はい、あららら、そうでした、うん、でね、今年と来年はね、空房っていうらしいんですけど、空房、はいはい、空房っていうんですかね、はい、あの市中水明的にはね、はい、あんまり動いてはダメなんですって、はいはいはい、でも2016年の、はい、
2016年、だから2014年のが今年やんか、2015年が来年じゃん、はい、この2年は空母やから動くなと、はい、で2016年が、うん、はい、からの、まあ、あの節分後ですよね、2月3日以降は3年間ね、もう劇的にええ運勢ら、はい、はい、っていうのを聞いて、はい、ここ2年間何したいんですかって聞いたんですよ、はい、その占いの先生、はいはい、もうすごいあの有名な先生ですよ、はいはいはい、うん、あの細木和子さんじゃないけど、はいはいはい、有名な先生、はい、ね、その人がね、この2年間でね、はい、情報を集めてくださいと、でやることをいろいろ温めといて、はいはい、2016年に動くように準備をしてください、はい、っていうことなんですよ。となるとね、ちょっとワクワクしません？なんか、ねうんね、なんかこれから何やってもいいわけだから、飽きませんよじゃなくて準備期間でっていうことですもんね。これからね、だからすごく良くなるから、はいはいはい、まあ、晩年いいらしいんですけどね、良くなるから、はい、あの準備期間で何か考えなさいということなんで、こっちから見たらずっといいように見えてますね。まあまああんまりいや枕を涙で濡らしてることは、ね、ないなないな、はい、豪快ですからね、まあ、豪快ですから、はい、バーッとお酒飲んで寝る方ですから、はい、あんまりないんですけど、はい、うん、はい、でも一応ね、はい、悩んではいないけど、はい、先のことを考えたいと思ってます、はい、ですからここの半年ね、これをやるぞっていうのは具体的に動くんではなくて、はい、いっぱいいろんな本読んだり、はいはい、いっぱいいろんな建築を見たり、はい、いろんな人と会ったりしてね、うん、情報収集して次のね、はい、なんか、僕の歩く道、はい、まあこの3年前のラジオもその一歩なんです。そうですね、うん、どうもやりたいと思って やって3年続くと思わへんかったけど4年目入ったし、はい、そうですね、でなんかね、テレビ出るぞとかじゃ分からんけど、前からちょっと企画はい、はい、ね、何やるか分からへんけど狙ってますからね、なんか今年あと半年で、ね、はい、いろんなちょっと動きたいな、やっぱり、はい、と思って、たくさんの人と会いましょう、たくさんの人と会って、ね、マリちゃんの結婚式で名刺交換して、そうですね、ね、はい、でなんかテレビ局の知り合って、おいいですね、テレビ番組持ちたいね、いいね、持ちたいです ね、 ね、なんてバカなこと、はい、言うてますが、はい、そんなとこですね、はい、私のとこはね、はい、はい、2人とも時間があのあるということで、はい、ね、これから頑張りましょうね、はい、はい、頑張っていきましょう、はい、はい、ということで、はい、このコーナーでは建築の相談を受け付けしております、はい、ファックス番号が 075-253-6901、はい、075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.jp、はい、info@radiocafe.jp です、はい、またお便りもお待ちしておりますので、はい、どしどしお送りください、はい、お便りはですね、はい、三条小僧さんが毎週送ってくれありますけどね、はい、ぜひぜひ新しいトライアルをしてください、皆さんね、ぜひお待ちしてますので、どうぞよろしくお願いします、はい、ということで、はい、はい、今日はもうお別れの時間が参りました、はい、それではまた来週建築カフェでお会いしましょう。お相手は藤井こと藤村正嗣とアシスタント竹村まりでお送りいたしました。はい、それではまた来週、さよなら。さよなら。声こんなんでごめんなさい。この番組は伊賀の浅田建築株式会社 BA の協力でお送りいたしました。